それでは今日は第8週目になります。で、今日の話題はここにありますように CSP と呼ばれるものですね、Constraint Satisfaction Problem、 日本語で言いますと制約充足問題と呼ばれるものになります。で、それに対しまして、カウンティングファンクションですね、数え上げる関数というものが、今日のメインのトピックになります。で、カウンティングファンクションというもの、それからそれの、ポリノミアルタイムバージョンの、クラスにしたものですね、それがシャープ P と呼ばれるものになります。あるいはパウンド P とか言いますけれども、それから、コンステンツサティスファクションプログラムですね、この制約充足問題、決定問題の場合と、それから数え上げカウンティングのバージョンという2つで、今日は話をするということになります。それからあとはその、カウンティングの CSP のことをシャープ CSP と書きますけれども、それを、禁止するという話になります。それから最後が、ディコトミーと呼ばれるものになります。さて、今日は第8週目にこうなります。で、だいぶ進んできましたけれども、10週目までが古典の、計算量理論ということで、11週目から、いよいよ量子に関する、計算量理論ということに、進んでいきます。それで、YouTube の方に国際会議でこう発表した内容が、基本なんですけれども、元になっているんですけれども、キーワードサーチを してもらえますと、ビデオが見つかりますので、そちらの方も合わせて見ておいてください。で、今日の話題は、こういう論文を、元に、して、構成されています。で、基本的にここにありますように CSP の問題ですね、まあ、コンプレックスウェイテッドが基本なんですけども、あとはディグリー2とか、次元を2に制限したものですね、とそれからあとはこのユーナリーと呼ばれる、コンストレイントですね、1変数の1文字に対する、制約条件というものに関する、論文が元になっています。では最初にまずカウンティングファンクションの定義からいきましょうということになります。で、まあ、カウンティングの問題というのは、ものすごく重要で、いろんな場面に出てきます。例えば何かある条件を満たす、場合に、その条件を満たす解がいくつあるかというのはもうカウンティングの問題になります。で、その、カウンティングというのは要するに入力があって、その入力 を満たす入力条件がありまして、その入力条件を満たすような、解を数え上げてアウトプットするのが要するに個数ですから、数字になります。で、 ですからファンクション、関数として取り扱うことができるということになります。例えば、パーマネントと呼ばれるものがあります。これはどういうのかと言いますと、整数が、ここにありますように、非負整数ですね、つまり0、1、2、3というような、0を含む自然数ですね、それが、行列になって与えられた。例えばここですと2、4、2列になりますけれども、こういう行列が与えられたときに、これがインプットになります。で、アウトプットとしましてはパーマネントと呼ばれるものを計算します。で、パーマネントという、まあ、ディターミナントというやつですね、行列式と呼ばれるものはこう斜めにかけて引き算をしたものになりますけど、パーマネントはこのマイナスの部分を全部プラスに変えたもの、これがパーマネントと呼ばれるものになります。ですから本当に違いは、ここの引き算が時々出てくるものが全部プラスになっているという違いなんです。こういうものを計算するという問題ですね。これは数え上げる問題ということになります。あと、ちょっとちなみに言っておきますと、こちら側の、ディターミナントの方ですね、これは結構簡単に計算することができますけれども、こちらの方をプラスにしてしまうとものすごく、計算するのが大変になります。さあ、それで、バリアントが1979年にそのカウンティングファンクションのクラスというものを定義しました。これはどういうのかと言いますと、非決定性のチューリング機械がありまして、まあ、ちょっと絵でいきますと、非決定性のこう計算がありまして、入力 X から始まってこう枝分かれをしながら進んでいくんですけれども、まあ、多項式時間という制約があります。ということで、出てくる枝の総数というのはだいたい2の多項式乗ぐらいになります。その時にアクセプト と、リジェクトで、最終的に終わるんですけれども、この時にこのアクセプトになっているこの道ですね、このパスの個数を数えると、で、そのアウトプットはその要するに何本あるかと、例えば13本とか、ね、28本とかっていうような数字がアウトプットになりますというような関数を集めたもの、それをシャープ P と、あるいはパウンド P というふうに、名前を付けました。で、この機械ですね、まあ、非決定性のチューリング機械なんですけれども、カウンティングを目的として動いてますので、
この機械のことをカウンティング機械、カウンティングマシンと呼ぶこともあります。さあ、それでこのシャープ P というのはすごく重要で、NP とか PP とか C イコール P と、以前に転用したクラスですけれども、こういうようなクラスを転用すること、キャラクライゼーションですね、転用することができるということになります。例えば NP ですと、 NP に入っているというのはこのシャープ P ファンクションを一つ取ってきて、 X が L に入っているときに F of X の値が0でないと、ね、と同時になるような、言語 L というものがちょうど NP を転用しているということになります。 PB ですね、これはアンバウンデッドなエラーを持つ、プロビリスティックなポリノミアルタイムの、クラスなんですけども、この時にはシャープ P のファンクションを2つ F と G と取ってきまして、この L が PB に入っている時には L に入っている X というのはこの条件ですね、 F of X と G of X というこの、カウンティングの関数を計算したら値として F of X の方がいつも大きいと、ね、大きくなっていると、その時に入っていると、この条件を満たすような言語というのはちょうど PP というのを、キャラクトライズしているということになります。 C イコール P はこの、不等号のところがちょうどイコールに変えて、得られるということになります。ですからこの NP、PP、それから C イコール P というのは全てこのシャープ P の言葉で、このような形で書くことができるということになります。ですから結構便利になっているということになります。でさらにシャープ P のファンクションを拡張したものにギャップ P というのがあります。これはどういうのかと言いますと、先ほど の非決定性の、チューリング機械、ポリノミアルタイムのチューリング機械を考えて、アクセプトの個数、アクセプトになるような道の個数というのを、シャープ P と計算しましたけれども、そのアクセプトの個数から今度はリジェクトになっているものの個数を引いた残りですね、それが、ギャップ P のファンクションの値ということになります。まあ、ギャップというのは要するにアクセプトとリジェクトの、ギャップを計算しているということになります。でここマイナスが入ってますので、出てくるときには例えばアクセプトの道が0本しかなかった場合には全てリジェクトになりますから、値としてはマイナスが出てきます。つまりギャップ P というのは、あ、ちょっとこれ間違ってますね、自然数ではなくて整数の値ですね、こっちこっちに整数の値をアウトプットするということになります。ですからこの言葉を、別な言葉で表現し直すと、ギャップ P のファンクションというのはこのシャープ P のファンクションの引き算の形で書くことができます。この f of x というのがちょうど g of x マイナス h of x という形で引き算で書くことができる。まあ、もうちょっと、クラス的な形で言いますと、ギャップ p というのはシャープ p のファンクションからシャープ p のファンクションを引いて転用されるという形で、表現されるということになります。じゃあギャップ p というのはどんなふうに役に立つかといいますと、先ほど出てきた pp とか c イコール p というものに対しまして、こんなようなキャラクタリゼーションができるということが分かる。PP に入っている言語というのはギャップ P のファンクションを1個取りますと、これが、0でない正になっている場合と、ね、いう場合の言語というのと全く一致します。で C イコール P の方に関しましては、この不等号のところをイコールにすると、先ほど出てきたのはシャープ P のファンクションを2つ取ってきて比べてみたというですね、 F of X と G of X というのがありましたけれども、そこのところが、今度1つの関数で書き表すことができる。これは0か0でないかということを計算した、あと0以下か0より大きい、真に大きい、これはイコール0になるかならないかということですね。でこの C イコール P に関しまして、これのコンプリメントというのが12週目でまた出てきます。これは量子の計算を非決定化した、非決定性の量子計算というものを扱うときに出てくるということになります。さあ、それでは2番目の話題ですね。いよいよここから、CSP の話になります。CSP というのは、先ほど言いましたように制約充足問題、制約というものがありまして、それを充足する条件ですね、を調べるという形になります。でまず、CSP の、話題なんですけれども、簡単に言いますと制約充足問題というのはまず変数というものがあります。これはいろんなタイプの変数があります。例えばブーリアンであったり、それはブーリアン以外のものであったりするというわけですね。例えば3値だったり4値ですね。X1 というのが例えば0、1、2という値のどれかを取るとかね、いうわけです。ブーリアンの場合ですと0か1かになっているわけですけれども。それからあとは制約というのがあります。コンストレイントというのがあります。
変数が与えられる、例えば x の6、x の3、x の5というもので表される何かの条件ということになっています、ね、でこういうものが与えられる、この2つが入力として与えられて、さあどうしましょうかというので、いろんなタイプの CSP がありますということです。でこの CSP という問題というのはいろんなところに出てきます。例えば人工知能だったりとか、タイプインファレンスですね、それからスケジューリングの問題とか、それからあとはグラフの問題ですよね。これからあとでまたグラフの話が少し出てきますけれども、グラフの話であったり、あとは統計的な物理学ですね、そういうところでも必ずこういう形が出てくるというのですごく重要になっているということになります。さあそれで、オープンの問題としては、その CSP というのは本当に全部簡単に解けるのかどうかというのが、オープンプログラムになっています。さあそれでCSP をこれから考えていくんですけれども、その時の値ですね、先ほどのようなパーマネントですと、例えばノンネガティブな、インテジャーを使ってましたから出てくる答えもインテジャーですけれども、ここではもっと枠を広げまして、任意の実数あるいは任意の複素数というものを取り扱う形にします。で複素数とか実数とかっていうのを一般の形で取り扱うことってなかなか難しいです。例えばルート2っていうのを考えますと、ルート2っていうのを例えば、二進展開で考えようと思うと、例えば、1.41 点点点と5辺で無限になりますから、この無限の列が入力として与えられるみたいな形になってしまいます、ね。で、そういう形で取り扱うんではなくて、今回ここではもうルート2はルート2というオブジェクトだ、でそのルート2を2乗するとか、ルート2に、ルート3を足すとかっていうような、その足し算引き算掛け算割り算指則演算ですね、こういうものをオペレーションとして、こういうものを何回使って計算しているのかですね。でこれを全部、ワンステップだと思って、例えば掛け算とか足し算とか引き算というのはみんなワンステップだと思って、計算を考えましょう。例えば多項式時間っていう時には、要するに多項式解のこういう演算で、計算して答えが出るとね、いうことを考えます。ですからこれからはその複素数、実数というものは全て一つの数だと思って、取り扱っていきますというわけです。で、そうしますと今まで計算料理論の方で話をしてきたのは、その、バイナリーのスプリングですよね、が中心でした。ですから、FP だとかシャープ P っていうのは全て自然数であったり整数であったり、それを表すバイナリーなスプリングだったわけですけど、それを拡張しまして、任意の複素数を取り扱うような関数、まあ、複素数の C、コンプレックスの C をつけて FPC と、それからシャープ P の方もコンプレックスの値を取り扱うと、ね、いうので、この C をつけて、これから考えていきます。ですからもう一度言いますと、複素数それから実数というのは一つの数だと思って、その数を足したり引いたりかけたり割ったりとかっていうようなオペレーションというものが、何回使うか、何回、要するに多項式解で得られるような値ですね、という形で考えていきますということになります。今まで何度も出てきたその SAT というのがあります。これはサティスファイビリティプログラムというわけですけれども、こんな感じですよね。例えば入力としてそのブーリアンのフォーミュラが与えられます。例えばこうオアの部分があって、オアの部分が3箇所あって、それをアンドで結んでいるというわけですね。こういうのを CNF という言い方をします。コンジャンクティブノーマルフォーム、積は標準形というやつですね。ですからこの部分は OR ですね。ですから X1、X4、X3 というものから成り立っている OR の関数に代入した値ですね。こちらはここも OR ですね。ここも OR。でこの3つを、ここで AND で結ぶ。AND で結ぶということは、要するに掛け算をするということになります。要するに、掛け算ですよね。片方が1で片方が0の場合に AND を取りますと0になります。からちょっと掛け算に対応して1と1の場合だけ1になるということですね。ですからこの F の値を評価をするっていうのは、この OR の中に入っている変数に0か1かを代入して、この OR の関数を計算して、あと全部掛け算したこの値が1になるかどうかっていうのを調べるのが、この SAT Satisfiability Problem の問題でした。でこのフォーミュラに関しまして、次のような形の問題を考えます。例えばこの F というフォーミュラを1にするようなアサイメントがありますか、あるかどうか、これがちょっとサットの問題になっています。それからもしあるんであれば、それはいくつありますか、ね、それからその例えば10個あるっていうのがあったら、その10というのを
厳密に求めるか、あるいは禁じて求めるかという形で、いろんな問題が出てくるということになります。でこういうような、こうものを、ディシジョン CSP ってこう数え上げる、ね、きっちり数え上げる場合にエグザクトなカウンティング CSP ですね。それからアプロクシメーションすると、禁じをする場合にはアプロクシメートカウンティング CSP という形で呼ばれています。でこういうものをこれから順番に見ていくということになります。さあ、それで先ほどのような問題なんですけれども、それをもうちょっとグラフ化しましょうというので、ちょっとグラフ的なことを考えます。で先ほどのやつはこれですよね。 OR という3つの関数をこう掛け算して出来上がったのがこの F というものになっています。でこれをこう、バイパータイトなんです。でこっち側とこっち側にこう並んでいるというものを考えます。あ、ちょっとします。でこっち左側の方に変数を書きまして、こっち側の右側のこの緑の丸の方にコンストレインですね、この OR の3、OR の2、OR の3というのをこう順番に書いていく。でこの線が結んであるのは、例えば OR の3ですと X1、X4、X3 というものから成り立ってますから、 X1 と X3 と X4 からこう線が引いてあるという形になります。で考え方としては、この左側にある変数のところに0か1かを代入して計算した、こちら側を全部掛け算したもの、これが1になるか1にならないかというものですね。これが先ほど の, あの決定性の CSP の問題でした。要するに1になるものがあるかどうか、イエスかどうかの問題ですね。でもし 1になるものがあるとしたら、それはいくつありますかと。それを計算しようと思ったらどうするかというと、これ全部かけたやつですね、かけたやつをそのまま全ての場合について和を取ってあげると、この値自体が正しければ1が出ますので、それがいくつあるかというのはこの足し算で計算できますということで、要するにいくつありますかという問題は、このかけたやつを全部足してあげればいいということになります。でこの形がこれから重要になっています。つまりここにあるコンストレイントを全部かけて、そして左側にある変数の値ですね、取りうる全ての値で和を取ってあげる、これが、これから重要になるということですね。で、NP 問題というのがありましたけれども、 CSP の問題でその、アンウェイティングですね、な決定問題というのを考えますと、これは全て NP 問題になっています。それでその条件というものをこれからいろいろな形に制限していくんですけれども、まあ、一般にこの CSP の決定性の CSP の問題というのはこんなふうに書くことができます。今 F というのをそのコンストレイントの、要するに制約の集合とします。でこの入力としましては、変数とそれから、この F の部分集合である、コンストレイントの部分集合を取っていきます ですね。ですから、変数がいくつか、そして、制約がいくつかあります。これが入力として与えられます。でこれから決定したいのはどういうことかといいますと、このコンストレイント、与えられたコンストレイントを全部正しくするような、変数が取りうる値がありますか、イエスかノーかという問題を考えます。これが決定性の CSP ということになります。でこの、コンストレイントはどこから取ってくるかというと、この F から取ってきますので、この F というのを括弧で書いていくということになります。で例えば具体的な例としましては、このサット作業取りに来たサルスファイルビーティープログラムの話に、それからあの色塗りの問題ですね、パラレルビーティー、それから、頂点をカバーするというバーテックスカバーの問題というのがあります。まあ、ここではあのビーカラビーティープログラムを、書いてあります。で入力としましては、グラフの頂点の集合、グラフィックを決めまして、その頂点の集合、それから、条約制約としましては X と Y と与えられたときに、これがイコールでないと、ということを、評価するという関数が、制約になります。でクエスチョンとしましては、どういうのかと言いますと、この、頂点に 1,2,3 と3つの値を、代入します。でそのときにこの、与えられる隣、要するに B と W にエッジがあった場合には、その、そこに、まあ、簡単に言いますとこういうことですね。それぞれの頂点に色を塗ります。3色で塗ります。例えば1、カラー1、カラー2、カラー3という3つの色を塗ります。その時に、頂点がつながっていた場合、辺でつながっていた場合、隣り合う頂点は必ず not イコールですね、つまり別な色で塗ってないといけない。つ
まりグラフがこう与えられた時に辺があってつながっている頂点は必ず違う色で塗らない。しかも全部の色合いは3色で塗らなきゃいけない。そういうものがありますか、イエスかノーかという問題ですね。3色問題。こういうのが、フリーカロリビリティの問題で、ちょうどこれが、決定性の CSP というものになります。さあ、そこでその、今のような決定性の CSP に関しまして、1978年、だいぶ前ですけど、シーファーが最初に考察をして、いわゆるディコトミーテオリムと言われるものを証明しました。つまり、どういうことかと言いますと、答えは必ず2つしかないと。つまり、F という制約の集合を持ってきたときに、この F が、で決定されるこの CSP の問題は必ず多項式時間で解けてしまう簡単な問題か、あるいは NP 完全問題、ものすごく NP の中で一番難しい問題のこのどちらかしかない、つまり中間の難しさの問題がないということになります。もうちょっと細かく言いますと、シェイファーが証明したのはこういうことです。F というのがここにあります 6つですね、6個の、制約条件から成り立っている場合、ね、これ以外は含んでない。含んでいるとしたらこの中で何いくつかを含んでいると。そういうような F だった場合には、その F で、与えられる制約を持つ制約充足問題ですね。これは全て多項式時間で簡単に解けてしまう。そうでなければ、つまりこの中以外のものを1つでも含んでいたら、1個でもいいんですよ。含んでいたら、もう NP 完全問題。NP の中で一番難しい問題。この2つしかない。これがディコトミー。ディコトミーっていうのは D っていうのは 2っていうんですね。つまり、これ A でなければ B である。もうこれしかない。それ以外の答えはない。というのがディコトミーと呼ばれるものになります。ここの中で、まあ、ちょっと全部説明しませんけど、例えばアフィンというのは後でも出てきますので、ちょっとだけ言っておきますと、アフィンというのはどういうのかと言いますと、これは、ガロアフィールドですよね。ガロアフィールドって要するに、まあ、0と1で、計算されるバイナリーな計算なんですけれども、ここでの連立一次方程式の解の集合のことをアフィンということになります。連立一次方程式ですから、皆さんよく知ってますよね。それで先ほどの、ディコトミーテオリーもちょっと絵で描きますとこんな感じになっているというんですね。通常ですと NP っていうのはこう大きくて、P で解ける問題ですね、決定性の多項式時間で解けるものと、それから NP の中で一番難しい NP 完全問題で、その間に難しさのレベルっていうのが無限レベルがあるということが、証明されています。まあこれラドナーが証明したんですけど、もちろん P と NP は違うと仮定して、考えると、この間に無限の難しさのハイエラキーがあります。つまりちょっとものすごく P に近いけどちょっと難しい、さらにそれよりもっと難しい、難しいって考えてこれが一番難しいものですね。ところが CSP の問題を考えると、解ける問題かあるいは NP 完全か、この2つだけ、つまりここでいうこの中間層がないという問題になります。さあ、それで今度はカウンティングの話に行きます。CFP なんですけれども、今度はカウンティングですね。カウンティングはこの、まあ、パウンド記号ですね、あるいはシャープ記号をつけて、シャープ CSP とかパウンド CSP と呼びますけれども、これはどういうのかと言いますと、入力は先ほどと同じです。要するに変数なんであります。もうここでは簡単にブーリアンにしておきましょう。それからあとはそのブーリアンの変数に関する、制約条件があります。で、条件は必ず F から取っていくですね。で、クエスチョンとしましては、今度はこの制約条件を全部満たす、アサイメントですよね。例えば今ブーリアンですから0か1かを入れるわけですけれども、その代入する仕方が何通りありますかというで、この数え上げの問題になっていま す, いうです、ね、でこの数え上げの問題というのは、シャープ P の問題になっています。で、ここではまあブーリアンだけをちょっと、そうしますと、今度は SAT の問題で、これは元々の SAT は、するにイエスかノーかの問題ですけれども、そこで数え上げをして、いくつ正しくするものがありますかというのがシャープ SAT の問題ですね。まあ、あと他にも、そのバイパータイトのインディペンダントのセットとか、カウンティングダウンセットプログラムとか、いろいろな問題が、あります。
まあ、そこで、もうちょっと可視化しようというわけですね。で、それでコンストレントフレームというのを考えます。これはどういうのかといいますと、向こうグラフでバイパラタイトなグラフです。 B1 と B2 です。でエッジは、左と右に向かって左と右の間にあります。それから変数は X1 から X サブ N というですね。それから F というのが与えられてますので、この F のサブセットを考えましょうというわけですね。まあ、例で書くとこんな感じですね。左側の方に変数がありまして、右側の方に制約条件があるんですけども、これは、まあ、ラベルだと思って、この変数の方もラベルですし、この、制約条件の方もラベルであると、ね、要はですね、実際のこの、頂点の名前というのはこんなふうについています。要はです。で、そこで、ここで pi というのはラベリングファンクションというものですね。それがこの値をつけて、つまり u1 に対しては x1 という変数を、ラベルとしてつけてます。それから b1 という、頂点に対してはこの f1 という制約をつけてますというようなのがこのラベルの関数です。で、まあ、これから先はあんまりラベルの関数というような話はしないでも、頂点にそのままラベルがこう張り付いた形で、説明をしていきます。で、CSP の問題というのはこう言いますね。その数え上げの問題は、要するにこの左が右側にあるこの、制約条件を全部かけて、左側にある変数の、取りうる値全部を和で作ったもの、これが、シャープ CSP の、求める解ということになります、ね、でこの値を求めるのが問題ですから、先ほどのような絵が与えられた、つまりコンストレントフレーム、この絵自体ですね、この絵自体がコンストレントフレームですけれども、これが与えられたときに CSP の値を求めなさいというのがカウンティング CSP の問題ということになります、ね、で、これから使うのはこの全ての複素数ですね。まあ、簡単に言うと、この F の取り得る値ですね、この F が出てくる値、ここに出てくる値は複素数まで許しましょうということになります、ね、さあ、それで今度はその制約なんですけれども、今まではいろんな形で制約という形を言っていましたけれども、もう少し分かりやすい表現をしましょうということですね。でコンストレイントに対して IT というのを考えます、まあ、コンストレイントというのは関数ですよね。ですから、変数をいくつ取るかという、その例えば k 個取るのであれば、アリティは k という形になります。例えば、2変数の場合ですと x1、x2 ですからアリティは2ということになります、ね、で例えばこれ f は0と1の値、ブーリアンを取って、変数としては2個ですね。アウトプットとしては複素数、ね、で入れると00を入れるか01になるか10か11か、この4通りあります、まあ、ブリアンで結局変数が2個あるわけですから、入り方としては00から11までの4通りあります。 そこに出てその値を入れた時に出てくる F の答えというのを順番に、まあ、これレクシコグラフィックオーダーっていうんですけれども、その順番に並べていくと、ね、というのを簡易学校でやったものをこう F と同値としましょうということになります。例えばこれ具体的に言いますと、オアの2ってなんですね。これ最初に00を入れますと、00のオアですから0ですし、0と1のオアですから1が出て、1と0のオアですと1が出て、1と1のオアですと1が立ちますから、オアの2変数のオアっていうのは0、1、1、1というふうに考えることができます。で3変数になりますと、今度は000から111まで来ますので、0、1、1、1、1、1という形で、0が先頭にあって、あとは全部1というのがオア関数ということになります。例えば XOR ですと、今度は0、0が来て真ん中に1、1が来るということになります。で、イコリティですと、外側に1、1が来て真ん中が全て0、3個になった場合のようですね。というんです。ですから、このイコリティの反対が XOR ということになります。まあ、これの否定を取ったものになります。ですから、XOR のことを、ノットイコールとか、ね、いう形で言うときもあります。でインプライっていうのは、A ならば B というわけですよね。ですから X 変数が2個あって X1 と X2 があったときに X1 が正しければ X2 が正しい、ただし X1 が間違っているときはもう初めから正しいし、 X2 が正しいときも初めから正しいというので、0が1箇所だけ3番目に出てくるのがインプライと呼ばれるものです。これが後でまた出てきますので覚えておいてもらえる。それからあと重要なのはこれですね、1変数の関数ね、デルタ0というのは0を入れると1で、1を入れたときに0になる。
で、デルタ1っていうのは一応0を入れたとき0で1を入れたときに1が出るんですね。つまり1が出る正しいです。こっち側の方はデルタ0っていうのはこれノットを表しているということになります。さあそれで、これから考えるんですけれども、とりあえず01の要するに軽変数から値アウトプットとしては01が出る、そのブーリアンアンウェイというのはブーリアンのコンストレイントを少し考えることにしましょう。そうしますと、シャープ CSP にこの EQ2 というのを入れると、イコーリティですね、これを入れたものは簡単に計算できますし、アンドの2っていうのも簡単に計算できます。ところが、これから取り扱いますけれども、オアを入れたときに、このカウンティングの問題、これを解こうとし、多項式時間で本当に解けるのかどうかっていうのは、未だに分かっていません。さあ、それでそのカウンティングに関しましてね、今度はエグザクトに値を求める。いう CSP ですね、にはいろいろと、結果がありまして、クレイグ・ノートン・ファーマンというのが1996年最初にディコトミー・テオレムを、証明しました。で彼らがやったのはアンウェイテッドのブーリアンのシャープ CSP について、答えを出しました。その後ダイヤとゴールドバーグとジェランが2009年に、同じようなディコトミー・テオレムを、証明しました。この時にはこれをちょっと拡張しまして、アンウェイテッドのブーリアンというのは01と1の入力で出てくる答えも0と1でしたけれども、今度はノンネガティブなウェイティングなブーリアンです。つまりアウトプットが、非負の整数あじゃない数というものを許す場合ですね。それから、サイト、ルート、ツヤが考えたのは今度はここのところをコンプレックス、要するに2の複素数に値を広げてもやっぱりディコトミーテオレムがディコトミーのテオレムが成り立ちますよということを証明しました。まあ、どういうことかと言いますと、まず、クレイグ・ノート・ファーマンがやったのは要するにこの F がアフィン、先ほどありましたように連立一次方程式の解になってですね、そうなっている場合には、簡単に解けます。それ以外の場合はもうシャープ P の中で一番難しい問題、シャープ P 完全問題になっているということですね。ちょうど NP の NP 完全と同じようにシャープ P の一番難しい問題がシャープ P 完全問題ということになります。でも先ほど述べたツァイト、セイカ、ルート、スニアの、ステートメントをもう一回見てみますと、 F というのが、与えられたときにこの F の中にある重則も制約問題が全てアフィンであれば簡単に計算できます。これはコンプレックスナンバー複素数まで拡張しても簡単に計算できます。それ以外は全てシャーピー完全問題ですよということを証明しました。この2つのどちらか必ずどちらかになる。さあそれで今度は、近似をしようということになります。で近似をするためにちょっとその前にファンクションオラクルをもう一遍復習しておきます。でファンクションオラクルっていうのはこういうような非決定性あるいは決定性の計算があったときにオラクルとして、通常は集合ですからイエスかノーかを返すんですけれども、ファンクションですから今度は値を返すということになります。どんなふうになるかといいますと、計算していてあるところまで行ってクエリテープに Z1 というのを書きます。で、クエリするという命令が来ますとファンクションの方に情報が送られて、ファンクション F はこの F に Z1 を入れた値をそのまま、このクエリテープに書き出して、計算が再開すると。で、またクエリがありましたら、F はテープの内容を書き換えて、機械はそこからまた、答えを読みながら進むということを繰り返して最終的に答えを出すと。これがファンクションオラクルの求量規範ということになります。でこれを使いますと、今度はアプロクシメントカウンティングにつきまして、次のようなスキームというのを転用することができます、ね、でどんなものかといいますと、まずランダマイズ、つまり確率的に値を取っていく、それからアプロクシメーション、つまり近似をする、そういうようなスキーム、スキーマはアルゴリズムと同じですけれども、これを略して、頭文字を取って RAS プラスというふうに呼ぶことにします。でこれは、確率的なアルゴリズムで次のようなことを見出しています。まず入力としましては、通常の入力 X とそれからこの、どのくらい近似するかという近似の精度を表すイプシロンという2つを入力として持っています。そして計算の結果、アウトプットとしてはこの W というのをアウトプットします。その時に
求めたいのはこの f of x って値を求めたいんですけれども、その近似に w がなってますよということになります。でどんなふうになってるかというと、この w を f of x で割った値ですね、この絶対値をつけたやつですね、これが2のマイナスイプシロン乗と2のイプシロン乗のちょうど間にある。ですからこのイプシロンを小さくしていくと、この差がどん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 、この幅ですね、この幅がどん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 縮んでいく。エプシロンを0にしますと2の0乗と2のマイナス0乗は一致しますから、ぴったり f of x と w が一致するというんで選びました。でエプシロンが大きくなればなるほどどん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 差が出る。こっち側はこう分数で下がりますよね、こっち側はこう増えていきますから、ものすごく差が出てくるということになります。でこれがついているのは、まあ、基礎数を考える実数だけですと、こっち側いらなくてこちらで、こういうようなもので多項式時間で、解けるようになったんですね。それがこのラスというアルゴリズムになります。でさらにこのフリーポリノーミアルタイムのラスというやつですね、 FP ラスというのはどういうのかといいます と、まあ、と時間がちょうど多項式で、入力、この値に対してポリノーミアルの時間で、計算できますよということを言っています。ただこのモデルっていうのはちょっ と、問題がありまして、アルファとベータっていうのがこういう意味合いで、近似ができます。こういう意味合いで近似ができたときに、アルファプラスベータも同じように近似ができるかっていうと、実はうまくいかなくなるという欠点はあります。さあそこで、今度はそのランダマイズな、近似のカウンティングを考えましょ う、ですね。それでこれから考えるときにちょっと微妙なことがありまして、この U というやつですね、ユーナリーなコンストレント、つまり変数が1個しかないような制約問題、全てというものはもう自由に使っていいですよ。それはもう考えないことにしましょうというので、この通常の F っていう制約の集合の他に、このユーナリーなコンストレントの集合というものを入れたものを考えます。で、まあ、毎回 U を書くの大変なので、ここにこうアスタリスクを書きまして、これの意味は、要するに U なりのコンストレントはもう自由に使っていいんですよ、ね、ということを表しています。さあこうしますと、その、しばらく前ですけども、ダイアとゴールドブラウンとそれからジェランが、このランダマイズのアプロクシメントカウンティングに関しまして、面白い結果を出しました、ね、でどんな結果を出したかといいますと、彼らが考えたのはそのアプロクシメーション・プリザービング・リダクションというのをまず導入しました。これが AP リダクションと言われているんです。要するにその、これはどういうのかと言いますと、F という関数と、それから G という関数があったときに、F が AP reducible to G と、ね、このリダクション M と、リダクションマシン M というのに関して、reducible であると、還元できるというのはどういうことかと言いますと、M はそのファンクションオラクルな、確率的なチューリング機械ですね、PTM で、入力は X と Y を取ります。でオラクルとして、あ、そうですね、で M は F に関してラスであると。でオラクルとしては、G に関するラスを取るということになる。ちょっと複雑ですけどね、 F を計算するラスが M で、 G を計算するラスがオラクル、ファンクションオラクルのオラクルとして取ってくるですね。で全てのオラクルコールってやつ、M っていうのは毎回オラクルに対してオラクルコールをするんですけれども、それは必ずこの W カンマデルタという形をしていないといけないという制約があります。で W は通常 のストリームで、オラクルに聞いてるんですけど、このデルタっていうのは要するに返ってくる答えがどのくらいの精度で返さなきゃいけないのか、オラクルが要するにどのくらいの精度で返さなければいけないのかということを表しています。あ、もう一遍言いますと、オラクル自体も、近似関数になりますから、オラクルに聞いたときに近似的な答えしか返ってきません。ですからあまりにもひどい近似の答えをもらっても役に立たないので、このくらいの近似精度の答えが欲しいですということを表さないといけないということで、このデルタが入るということになります。で多項式の時間で、終わるということですね。こういう場合に、F が G に関してリデュース、まあ、簡単に言いますと F を近似するためにその G を近似するアルゴリズムを使って計算をしましょうと、ね、いうことになります。でこの記号ですね、代償関係で F は G に AP リデューサブルであると、で F から G にリデューサブルで G から F に対してもリデューサブルの時はこの3本法を使いましょうというわけですね、まあ、同じぐらいの
複雑性であるということを表しています。そうしますと、オアとナンドというのは大体同じぐらいの、複雑さ、このカウンティングに関しまして同じぐらいの複雑さを表しています、ね、でこれはシャープサットと、この AP リダクションを使うと同じぐらいの難しさ。ところがこのインプライズの方はちょっと違いまして、このシャープ BIS ですね、このシャープサットよりもちょっと簡単だと思われて、ここにありますね、ちょっと簡単だと思われる問題なんですけれども、これと、同じぐらいの強さになるということになります。さあ、それで、今度はもうちょっと結果を、細かく見ますと、彼らが証明したのはどういうのかといいますと、アンウェイティッドなコンストレイントに対しまして次のようなことを証明しました。これはどういうのかというと、トゥイコトミー、トゥイカートミーテオリー、要するに3つに分類する。今までは、簡単か一番難しいかという2種類でしたけど、今度は3種類です。まず F という、制約の集合がアフィンであれば、ね、簡単に計算できます。これは前と同じですね。今度は F というのが IM コンジュというところに入っていると。これはどういうのかといいますと、ブーリアンコンストレインツで、このインプライズという、先ほどありましたよね、1101という値を出すんですね。それからデルタ0、これは、1変数の、ノットを表すんですね。で、このデルタ1というのは、まあ、あの高等関数みたいなですかね、0は0、1は1に出す関数です。この3つを掛け算したような形のものを集めたものがこの IM コンジュ。IM っていうのはこのインプライズの IM を取っています。あ、ここにありますね。デルタ0っていうのはノットを表して、デルタ1っていうのは高等関数を表す、高等シャドウを表して。で、インプライズの方はここですから、インプライズの XY っていうのは、X の否定と、y というのをオアというふうに書くこともできます。この関数の中に含まれている場合には、シャープ BIS というのと同値になります。で、それ以外は全てシャープサットと同等な。シャープサットというのは、シャープ P の中で一番難しいもの、シャープ P 完全問題です。で、ただ、これはシャープ P 完全問題かどうか分かりません。多分 FP とシャープ P 完全の中間あたりにあると思われています。ですから、これはもしこっちとイコールになるか、こっちとイコールになるかということもありえますけれども、まあ3種類に分かれる。で、ということで、ツリーですね。ツリーっていうのは3を表してますから、3種類に分割すると、分類するという形になっています。さあ、そこで、いよいよ内容の方ですけれども、今度は、ユーナリーなコンストレインっていうのを先ほどから何度も出てきましたよね。要するに、1変数の制約は全て自由に使っていいですよという。ね、それを省略してアスタリスクというのをつけてましたけれども、これに関しての話です。で、そうこの U を使っていいですよっていうのはいろんな人たちがこう、いろんな論文でやっていますというのですね。というんで、まあこれはそんなに悪い話ではないというのですね。まあ、フェダーとか、あとは、ダルマン・フォードとか、あとは、リチャーズね、ゴールドバーグ、ジェオセニアスとかリチャーズ、あとでまた出てきますけど、それからイアン・マカーミーとか、こういう人たちが、要するにこの U は自由に使っていいですよという条件のもとで、いろいろと定理を証明しているということになります、ね。というんで、これからそれをちょっと見ていきましょうというわけです。それで、まずコンストレイント、今まで制約、いろんな形で見てきましたけれども、今度はちょっと特殊な形をした、特殊な性質を持つような、制約条件を考えましょうというわけです。で、まず degenerate と呼ばれるものになります。これはどういうのかと言いますと、まあ、こちらに入力がありまして、ここからこうなってこういう関数なんですけど、この関数はいつでも1変数の掛け算の形に書くことができると、そういうような関数ですね。そういうような関数のことを、degenerate、短縮しているという言い方をします。こういうようなですね。ですから、こういう形をしているのであれば、この例えばこれ U1、U2、点点点、U サブ K であれば、その UI の0番目と UI の1番目を足したものを全部かけたもので計算することができる。つまり簡単に計算することができるということになります。それから、先ほどのやつですね、degenerate なコンストレイントの全体を DG と大文字で書くことにしましょう。それからもう一つこちらですよね、これはノンゼロになるような関数を全部集めたものを NZ と。それから、今度はここですよね。イークオリティと XOR ですね。XOR というのは先ほど言いましたように、not equal と
意味は同じですから、イークオリティとそれからイニクオリティですね、ノットイークオリティ、この2つのものを掛け算して、その前にこうユーナリーのものを掛けた、先ほど言いましたようにユーナリーはいくら使ってもいいわけですから、これを掛けた、この形をしたものを集めたものを ED と、それから、先ほど出したインプライズ、これに、ユーナリーをかけたもの、これを全体を IM と呼ぶことにしましょう。そうしますと、シャープサットというのはですね、これがあのコンプレックスウェイというと、この C というのが要するにコンプレックスに、要するに複素数まで拡張したカウンあのシャープサットだと思っています。で、山神が証明したのがこのディコトミーテーブルと呼ばれるんですね。制約がこの ED、先ほどありましたよね、この ED、戻します。ここですよね。これ。このイークオリティとノットイークオリティ。この2つで、の掛け算の形をしているからですね。この形で掛けるようなものであれば、簡単に計算することができます。それ以外は、すべてシャープサット、つまりここにありますよね、コンプレックスまで増やした、複素数まで拡張したシャープサットよりも難しいと。つまり、シャーピー、困難。いうこの2種類しかないということが証明できます。これはさっきの3通りに分かれるのとちょっと違いまして、もっと強いことがいるということですね。でこれを出すためにはどういうことを証明したかといいますと、ちょっと複雑ですけれども、 AF とそれから ED とこの中にないような F というのを考えます。 そして、このインプライズと F とそれからこの OR と F というものが、同じくなって、でF が ED と NZ に入ってなければ、こういうことが言えるというような、ことを使います。でこれをどうやって証明するかといいますと、まあ、この2番目の方なんですけど、こちらの方ですよね。こちらの方はまあそんな難しくないんですけど、この後ろの下の方ですね、これをどうやって証明するかですけれども、これはあの機能法を使います。でケースとして一般に K が1の時、2の時、それから3以上の時に3種類に分けてやります。で1の時にはまあ、これはもう自明なんでそのままなんですけど、この2番目ですね、 K イコール2の時はどうするかと言いますと、うまくいけないですね。1番目は簡単です。それから2番目のところに行きますと、これは、本当に具体的に AP リダクションを作ってあげて、こちらからこちらにリダクションできますよということを証明します。で3以上の場合にはどうするかと言いますと、これが1番のコアの部分になります。でまず2番目の場合ですね、 K イコール2の時はどうするかというと、場合枠をやります。全ての場合をしらみつぶしに調べます。まずこの場合ですね、この場合、まあ、0がこの真ん中にあって、外は AB は0でないからね、今度は外に0が2つあって、 AB 真ん中が0でない、それから1箇所最後だけが0の場合、それからあとは全部0じゃない場合、それからここの3番目のところに0がある場合というんで場合枠をします。1番目の時にはちゃんとイークオリティよりも難しいと。で、2番目の場合には XOR より難しいと。で、3番目の場合には OR よりも難しいと。4番目の場合も OR より難しいというふうに、実際にこう証明していきます。まあ、これは本当に具体的に作ってやれるかということですね。で、最後に残った、これが一番難しい場合になります。で、この場合にどうするかっていうんで、あの新しいアイデアを入れます。これは T コンストラクタビリティと呼ばれるものになります。でこれが3以上の場合ですよね。で、T コンストラクタブルというのはどういうふうに定義しますかというと、こういうような構成、こういう、まあ、オペレーションなんですけど、このオペレーションで出来上がったものということになります。でこれからちょっとこの2つぐらいちょっと具体的にあの説明しますけれども、最終的に、作られたものがこういうふうになります。このコンテナコンストラクタビリティはあります。 F がこの G という中にある関数を使って組み立てられましたということを表します。でこの G の方が1個しかないときにはこうちゃんと G というふうに主要の紐を使わないで書きましょう。ですね、でパーミテーション、ピニング、それからプロジェクション、リンキング、マルティプリケーション、エクスパンション、それからノーマライゼーションということになります。でリンキングというのはどういうのかといいますと、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、で書くと簡単ですよね。こういうような状況になったときに、この赤い線を1本切り取りまして、こっちに付け替えます。つまり、ここのところに、i-1 で i なんだけれども、i 番目のところに j 番目の値を入れるということですね。i 番目の値のところはやめて、j 番目を入れちゃうということで、要するにここに線を引くということになります。これがリンキングになります。それがマルティプリケーションはどういうのかといいますと、関数が2つあったら、その2つを掛け算したものになる。
まあ、絵でいうところですね。こういう関数 G っていうのがあります。こっちを合わせた G、 あ、こっちが G1 で G2 があった時にどうするか、掛け算するってことはこれをくっつけたものになります。覚えてますね。このルールっていうのはこの右側にあるのは全部掛け算になりますから、結局、こう一緒に書けば掛け算することというわけです。ですからこういうような関数のオペレーションを全部このグラフの形で書くことができます。これが T コンストラクトでいいということになります。つまりグラフ変形で関数の計算ができちゃうと。ちょっと面白いアイデアです。ということになります。どういうことが分かるかというと、今の、これですよね。これは G から G ができるとなったりですよね。H から G が組み立てられたら、K から H も組み立てられたら、違いますね。これ違うね。あ、いいのか。ですね。そうするとこれ真ん中つなげてあげればいいですね。 K から H ができて H から G ができますから、当然 K から G が作られる、ね、真ん中飛ばせますということで、これは、半順序になるということになります。それからあと T コンストラクタビリティっていうのはその AB リダクションに関して、不変である。つまりどういうことかっていうと、 G が F から作られると G で計算したものと F で計算したものは F で計算したものの方が、まあ、計算量的には難しい、つまりリダクションができますよということになります。ですからこれを証明したいときにはこっちをやればいいということで、グラフの方の話で全てこのやりたかった こっちをやりたかったんですよ。これを、証明することになるということになります。ですから今やりたいのはこのインプライズからこれが出るということを証明したいんですから、ここの部分がこれと同じようにインプライズから F が出るかどうかということだけ考えていければいいということになります、ね、ここの部分なので、ね、これができる、ね、この F と、それからあとはあの U なり U はいくらでも使っていいので U と B という2つ持ってきて、これからこのインプライズを作ってあげればいいということになります。これは簡単で、この U と F というのがありますよね。で U っていうのはこう1と B 分の1と、それから1と A の3乗分の1って値になるんですけども、この2つを合わせる、あ、じゃない、こういうものを G としたときにこのところにこれを入れてあげる。でこっち側、これをやると H ができる。でこの H がこの E プラスになっていれば、でこの G のところが F になっている、ね、という形でやります。まあまあ、これをこう考えつくのがちょっと面倒くさいですけれども、思いつけばすぐできます。ということになります。でそれを使いますと、先ほど見たこのディコトミーが、あ、要するにこれが言えるということになりまして、結局これがなります。まあ、それで今度は、5番目ですけど、今度はカウンティング CSP とそれからバウンデッドディグリーの話ということになります。カウンティングの一般のカウンティングについて、アプロスメントのカウンティングに関しましてはディコトミーが成り立つということが分かりました。じゃあ今度はもう少し制限をつけた場合に同じようなことができますかというわけです。で、ディグリーというのを考えます。ディグリーというのはこれ、先ほど言いましたように、あの問題というのはグラフの形で書くことができますから、そのグラフに対してディグリーというのを、考えることができます。でこのディグリーというのはどういうのかといいますと、変数が現れるその一番たくさん現れる個数、これをディグリーと。ですから D、最大で D 回現れると、ね、というような制限をします。通常は制限何もないんで何回現れてもいいんですよ。100回現れると200回現れるといいんですけども、例えばディグリー3って言ったら3回しか現れてない、ね、変数がね、ということになります。 でこれで数え上げをやりましょうです、ね、でこの D っていうのははっきり書くたびに下にこう D っていうのを入れます。で、あのアスタリスクは同じです。この U っていうのを省略して書いているということになります。ちょっと具体的に見ますと、シャープ CSP の D っていうのはどれもかといいますと、こういうようなグラフの中で、先ほどと同じこれがあるんですけども、ここですよね。このところで、例えばこの、B1、 こちら側ですね、こちら側の B1 の中に現れるこのディグリー、例えばここですと1本しか出てませんから1ですね。ここは 2回出てますから、2本出てますから、ディグリーが2と、これもディグリーが2、ディグリーがこれが3本出てますからディグリーが3ですね。ですから最大としてディグリーが3です、というふうにこのディグリーが、決まっていると。このディグリーというのは要するにこの U の4っていう、 X の4というのを考えると X の4は3箇所で現れる、例えば F1、F2、F3 の中にこうあるわけです。3回使われる。こっ
この回数が D 回までというふうに制限されているというわけです。でその時にどうなるかといいます と、D アウト、それからダイアウト、それからゴールドバーグとジェオスナスと、それからリチャーリーが証明したのはどういうのかといいますと、ディコトミーテオリー、クラシフィケーションでディグリーが3以上の場合で、しかもアンウェイテッドなブーリアンの場合には、に対する回答を出しました。でその後、出山神が、今度はディグリーがやっぱり3以上で、ここのところのアンウェイテッドの部分を複素数まで拡張してブーリアンでできますよという話をやりました。でそれをちょっとこれから見ていきましょう。まず、ダイアツ、それからゴールドバルト、ジェオスティナスとリチャーディが証明したのは、このアンウェイテッドなブーリアンコンストレイントに対してですけれども、必要な定義をちょっと代表していきますと、 IM コンジュールというのは先ほどありましたようにインプライスとデルタゼルとデルタワンの掛け算で出来上がるような関数の前提ですね。それからオアコンジュとかナンドコンジュっていうのも同じように、このインプライズに対して IM でしたから、このインプライズのところをオアとナンドに変えたものがこちらなんです。それからシャープ BIS っていうのは先ほど出てきましたようにバイパータイトなグラフに関するインディペンダントセットの問題ですね。でそれに対してこのちょっと難しいんですけど、シャープ WHISD というのがあります。これは、インディペンデントセットの問題のカウンティングバージョンなんですけれども、この時に、ウィドゥスというんですね、グラフのウィドゥスというのがあるんですね。でこのグラフはハイパーグラフで考えます。通常のグラフというものではなくてハイパーグラフという概念なんですね。でそのディグリーが、高らか D、ね、それからウィドゥスが W、 この W と D という2つが固定されたこの HIS ですね、というのを考えます。この H というのはハイパーグラフのインディペンデントセットという意味で HIS という形になっています。でこれらを使いますとクラシフィケーションテオレムはどういうことになるかというと、この3つに分類されるということですね。もし F がアフィンであれば簡単に計算できます。で IM コンジュであればシャープ BIS と同じぐらいの難しさです。でもう一つ、今度はオアコンジュとナンドコンジュに含まれているようであれば、この Wパウンドのシャープの WHISD とシャープ W の HIS の K times D と、 K というのは、まあ、なんかのコンスタントですね。例えば3とか5とかですけど、5倍の D とか、ね、6倍の D とか K 倍の D、この間に難しさがあります。そうでなければ、シャープ P の中で一番難しい問題、シャープサートと同じぐらいになります。まあこれ4つですね。4つに分類されるということを証明します。でこんな感じですよね。シャープサットがあって、シャープ BIS があって、このところにシャープ W の HIS の D が、この D と K 倍の D の間ぐらいに、存在するんですね。まあ、これとこことここという形で、まあ、3通りと思うか、まあ、4通りと思うかですけれども、これに分類ができますということを証明しました。で、その後でその山神がやったのがディコトミーというものですね。複素数まで拡張すると実は2つですよと、4つには分かれませんよと。でこの ED、 先ほど見ましたね、イコリティとそれからXOR ですね、で出来上がっているような形であれば簡単に計算できますし、それ以外は全てシャープ P 完全です、困難ですということを証明します。これはディグリーが3以上なんですね。じゃあディグリーが2の時はどうなるかというと、実は、山神がまた証明しましたけれども、1の時はもう全部解けます。ここは D が1の時ね。 D が2の時にはこのホワートっていう問題ですね。これはサイとかルーとかセアがずっと考えてた問題なんですけれども、このホワート問題っていうのがありまして、このホワート問題と同じぐらいの強さですから、このホワート問題が解ければ全て解けるということになります。まあ完全な回答じゃないんですけど、こっちの問題と同じですから、こっちの問題に任せましょうという形になります。ね、さあ、それで今度は、ディグリーが先ほど残ってたディグリー2の場合、もうちょっと考えましょうというわけですね。で、先ほど言いましたように、このディグリーが2の時に関しては、まあ、部分的な解なんですけれども、ターナリーなコンストレイントにつきまして考えます。これは U なりっていうのは1変数ですよね。それに対して、ターナリーは3変数の3変数に限ってしまうと、この SIG という
旬をこれから定義しますけれども、ここに入ってなければ、シャーピーより難しいと。ディグリーは2ですよね。2に関して2に難しいということを証明しましたし、この DIP ですね、 DUPE というところに入っていればこれも簡単です。これは簡単です。簡単ですね。それ以外は、難しいということになります。これはターナリーに限っての話、しかもこれ SIG の中にあるんです。ですからそれ以外のもの、この SIG 以外のものっていうのは、よく分かっていません。でじゃあこの、先ほど出てきました記号は何かという話なんですけど、まずシンメトリックなものを考えます。これはどういうのかといいますと、中の変数の順番を変えても答えは同じですよと、そういうような関数のことを、シンメトリックなファンクションという形になります。つまりこういうことですね。絵で言うと、こちら側の左側の順番を入れ替えても F の値が変わりませんというわけです。で、そういう場合につきましてどうなっているか、例えばこの O はこの3つですね、この変数 X2、X2、3、31と、X3、X1 と、これをかけたような関数を考えますと、これはシンメトリックです。どんなに順番を入れ替えても同じ答えですけど、これ、オアの X1、X2 と X2、X3 みたいなものを考えると、これはシンメトリックになります。入れ替えてしまうと答えが違ってきます。じゃあ、その制約条件には、そのシンメトリックなものとアサメトリック、これはシンメトリックじゃないやつですね。先頭に A をつけますけれども、っていうのが出てきます。そこで、どんなものでも次のようなことを考えます。つまり、F という関数があったとき、まあ、変数は3つですね。今、ターナリーを考えていますから、3つを考えたときに、こういうものを考えます。X1、X2、それから Z の3、それから Y1、Y2、X3 と Z1、Z2 と X、Y の3というのを、この X の2と、それから Y の2と Z の2に対して、ぐーっと全部を足したものを考えます。これ、どういうものかといいますと、出てくるところなんですね。ここからこう入ってくるやつ。で、これそれぞれに頂点に F を入れてやったものという形になります。こうしますと、どんな関数でも、この F がエイサメトリックなものでも全部シンメトリックになります。まあ、対称形してますから。対称形になってます。で、それをこう、SIMF と書きましょうというわけですね。そうしますと、そのシンメトリックなものに対しまして、このSIG1 と SIG2 っていうのを、このツァイとルーとシアが、いくつか考えてるんですね。これはどういうのかといいますと、000と011を足し値を足したものが0になって、001と11の値を足したものが0になる。そういうような関数を全部集める。それからもう一つの方は、アルファとベータっていう、でただしアルファとベータは複素数ですけど、両方とも同時には0にならない、ね。で、それがこの式とこの式を同時に満たす。そういうような関数を集めたを考えます。まあ、よく考えたものだと思いますけど、こういうものを2つ用意します。そうしますと、どういうことがあるかというと、この SIG1 の方に入っているものは、この、さっきのシンメトリーの、要するに三角した、この、対称化するわけですね。すると必ずディジェネレットになります。こう全部こう、グラフが分解される形になっています。それから SIG の2を入れますと、このシンメトライゼーションしても SIG2 の中に入っています。外から飛び出さない。いう面白い性質を持っています。まあ、うまく見つけたものですね。そうしますと、どうなるかといいますと、今、ここのところにシグマって書いたのが記号的ですね。これは、要するにこう順番を入れ替えると。シグマっていうのはこのパーミテーションですから、順番を入れ替えるんですね。1が3に行って、3が2に行って、2が1に行くみたいな感じですね。というんで考えます。で、このシグの大文字にしたものはどういうのかといいますと、まあ、シグ0っていうのは、この、シンメトライゼーションするとディジェネレットになるようになる全体ですね。それからこちらの方では、ディジェネレットにならないんだけれども、シンメトライゼーションするとシング1に入る、 こちらはシング2に入る、そういうような関数に分解します。これはディジェネレットでないけれども、シンメトライゼーションするとシング1かシング2に入る、要するにこの下の2つの部分を集めたものがこちらになります。でこれをシングと名前を付けます。それで今度は0と1っていうのでこうブリアンですから分けるわけですね。その時にこの0の時は F0 と、1を入れた時は F1 とこう書いて、 F の値を F の0の関数と F の1の関数の2つで表すということを考えますと、DUP っていうのはどういうのかといいますと、パーミテーションがありまして、こう U なりのコンストレント、それからバイナリーのコンストレントといいますと、こんな形に書くことができます。
ね。ちょっと絵で言うとこんな感じですね。こういう、この関数っていうのは要するにこういうふうな2つのものにこう分解されるすることができる。うまいパーミュテーションしてあげるとこんな感じに書くことができるということになります、ね。要は要するにこの戻しますけれども、どれか1本をこう切って、要するに向こうの絵で言うとこの赤ですね、1本を切ってあげることができる。こう分解、分離することができる。これだけでこれという形に書くことができる。で、証明した内容というのが、ターナリーのコンストレイントに範囲っていくと、SIM に入ってなければ、ものすごく難しいです。で、SIM1 に入っているものにつきましては、このLOOPに入ってたら簡単だけども、それ以外はものすごく難しい。この2種類しか。じゃあ、この SIM の2に入ってたのはどうなってるかっていうのは、まだ論文がありません。ということです、ね。いよいよ最後ですけど、今度は、今までユーナリーなものは自由に使っていいよって言うんですけども、じゃあこれ自由に使えなくなったらどうなりますかって話ですね。でこれからはまあ複素数はちょっとやめて、実数でちょっと制限してやりましょう。で使ってよかったのは1変数なんでしたけど、全て結局これかこれの定数倍に落ちますから、これとこれだけが一番重要なんですね。この2つを、取り除くことができるかどうかって話です。で、どういうことをしよう。山神が証明したのはこういうことですね。リアル、要するに実数の値を取るような制約問題、制約を考えたときに、必ずデルタ1かデルタ1のどちらか、どちらかは分かりませんよ。これは F によります。この大文字の F によりますけど、どっちかが存在して、これは消すことができる。つまりこの H はあってもなくても同じ値になる。まあ、同じぐらいの複雑さになる。どっちかは消せます。まあ、もちろんこれ F の中にこれ両方ともあるかもしれません。片方あるかもしれません。そのことはどちらでもいいんだけど、この H を付け足しても消しても同じだ、ね、ということになります、ね。さあ、それで、それのためにどうするかって、今のことを証明するためにどうするかって言いますと、まあ、アリティが2以上の場合、この GD と ED1 のプラスに入っているか、あるいは、GD のマイナスと ED1 と AZ と AZ1 と B0 のに入っていると簡単に計算できます。それ以外の場合ですね、この G というのをうまく取ってきます。この3つの条件を満たす中のどれかを取ってくると、この F と G というのはこの G と G よりも難しいということが証明。でこれ3つで書いてありますけど、これスメトリックなものなんで、真ん中は省略します。つまり00と01と10と11、本当は4つ書くんですけど、00と10の値が同じなんで、その値をもう2つ書かないで、つまりこれは 0yyz を省略して 0yz と書いてるんだと思ってください。そうするとこの3つの値を入れてやると、それよりも難しいということができます。つまり簡単か、それより難しい。今まで出てきたそのここですよね、戻しますと、ここに出てきたこのずらーっと書いてあるやつですけれども、これはどういうのかといいますと、それぞれ簡単に言うと DG というのは先ほど出てきましたように Degenerate というような、ファンクションですけれども、 ED1 というのはこの形をしているもの、X カンマプラスマイナス X ですね、かあるいは X とプラスマイナス X 真ん中に0がある、ね、それから0と X はカンマの0ですね、カンマの0という形をしているもの。でこの ED1 にプラスをついたのはこの XY か X で00でここで Y と。ここと違うのはここの値がずれてもいいというわけですね。かあるいはこういう形をしているものですね。だから AZ っていうのはどういう形をしているかというと、0x0x、これが点々点と続くか、あるいは X から始まって x0x0 っていうんで点々点。まあ終わりは偶数か奇数かでどっちになるかわかんないんですけども、こういう形をしている。それから AZ1 というのは今度は 0x0 マイナス x0 というふうに、もう次が x の次がマイナス x なんですね、になっている場合と、こっちは x0 マイナス x0x と、ね、今度はマイナスがこう、同じかな、あ、そうですね、先頭がこう x で始まるか0で始まるかというところですね、という形、この形をしている場合を考えます。B0 ってのはどういうのかというと、こういうふうに
形をしていて、この条件を満たすと。つまり 2i プラス1と 2i プラス2は同じくて、マイナス1の i プラス1乗の定数、なんか数字をかけているという形をしているか、あるいは z の 2i が z の 2i プラス1と同じで、マイナス1の i 乗のなんか数字をかけている、こういう形をして並んでいるという場合ですね。そういうような関数全体、例えば 11-1 というのは b0 ですし、 1-11 というのも b0 に入っていますというわけです。さあ、そこでもう一回戻りますと、f が先ほどの degenerate というのは dg か ed1 のプラスか、あるいは dg-ed1az、 それから az1b0 というものの部分集合であるときはものすごく簡単に解けますよ。で、それ以外はこの3つの中のどれかを取ってくると、G と小文字の G として取ってくると、それよりも難しくなるというんですね。で、これ見てやると分かるんですけれども、これ3種類全部違う形をしているということになります。という形で、まあ、U なりの場合も、部分的ですけれども、解になるということで、今日の話は